はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは、ドクター正気です。アンダーテール2周目やっていきましょう。よろしくお願いします。そんじゃまあ、まずはパピルス戦からやっていきましょう。人間よ、複雑な感情について語ってもよいか。貴様を見ていると、昔からの友達のように思えてくる。貴様に会ったのは初めてなのに、こんな気持ちになるのは一体どうしてなの？ネットで知り合いだったっけ？ SNS の友達がたくさんいるから、全員の顔なんて覚えてらんないんだよね。いやまあ確かに今俺ツイッターのフォロワーが2200-300人くらいいるけど、確かになんか覚えてるのって大体半分くらいな気するな。あと12人でフォロワーが2桁になるんだろう。ついに2桁に突入するし、いや待てよ、貴様が俺様と友達のはずがない。だって貴様は人間だ。危うく騙されて戦わずに終わるところだった。危ない危ない。よし。というわけで、対戦よろしくお願いします。まず、パピルスはこう、くどいてからの、だから貴様は自分が俺様にふさわしいと思うか、何の取り柄もあります。間違えた。スパゲッティ作れますって言っちゃった。ということは、貴様とデートをしないといけないな。では、デートしよう。貴様を捕まえた後でな。よし。で、こっからの、見逃す連打で、これね、戦うフリじゃなくて、どうやら見逃すでもいけるらしいんだよね。これで戦うつもりはないんだな。では、俺様の有名な青攻撃を食らえ。これさ、青攻撃全部避けたらどうなるんだろう。なんか青くならずに済むとかないの、あるのかなって思ったけど、食らっちゃった。あ、これ不可避だ。無理だろ、今の。避けようがねえだろ。よし。そんじゃまあやっていきましょう。どうだ？わかったか？貴様に、俺様は、倒せん！参りました。よし。これ勝てないんだ。あれか、装備品が貧弱だからだな。俺これ武器棒切れのまんまだった。棒切れのまんまだったら攻撃しても勝てないんだ。初めて知った。にょほほ。まあこの辺はあれだな、一緒っぽいな。よし、まあなんやかんやで。よし、まあなんやかんやで先に進ませてくれるみたいですね。パピルス会いに来たよ。パピルスありがとうね。じゃあやっていこう。さあ、ここからはウォーターフェル。俺はエコーフラワーの説明をするためだけに存在している。だが、それは絶対に秘密だ。花の言うことなんて信じちゃいけないよ。この世の常識さ。花の言うことなんて信じちゃいけないよ。この世の常識さ。花から先に話しかけたらこうなるんだ。へえ、おもろいな。よいしょ。で、こっちのモンスターから先に話しかけたらこうなる。いい経験。よいしょ。さて、サンズ、こんにちは、サンズ。よいしょ。こっちから話しかけないとダメなんだ。どうかしたか？オイラ、仕事を掛け持ちしてんのさ。おかげで休憩時間も2倍。今からグリルビーズ行くけど、来るかい？あ、そうだ。これ一周目だったら、これ忙しいって、この用事不意にしちゃったんだよな。うん。これ、OK しとこう。そこまで言われちゃしょうがない。仕事を切り上げていくか。多分これさ、この2周目ってさ、みんなと仲良くなった方がいい気するんだよな。こっちだよ。オイラ、近道知ってんだ。オッケー。どうせ瞬間移動だろ。ほら、もう着いた。みんなお疲れ。サンズ、チース、サンズ、元気さ。サンズ、調子はどうだ？サンズ、いらっしゃい。どっち？どっちのセリフ？その上のセリフと下のセリフさ、上のモンスターと下のモンスター、どっちが言ってんの？サンズ、ついさっき、朝飯じゃない。朝飯食いに来たばっかじゃないか。いや、最後に食いに来た朝飯は30分も前だぜ。ブランチならついさっき食いに来たけどな。休憩時間2倍パワーってすごいな。みんな受けてるんだ。サンズのギャグってモンスターに当たりやすいんだね。おっと、席を選ぶときは気をつけな。どっかの歯がブーブークッション仕掛けてたりするからな。じゃ、とりあえずオーダーしようぜ。何食う？ポテト、バーガー。あー今日の晩ご飯バーガーにしよう。あー、いいね。よ、グリルビー、バーガー2つ頼むぜ。オッケー。サンズの手そうなってんの？それ何？何？串でもあんの？それとも手がそれ？ところでさ、あんたどう思う？パピルスのこと、イケてる、ダサい。かわいいけどね、ちょっとお世辞にもイケてるとは言い難いかな。わかってないな。オイラに皮肉は通用しないぜ。今俺、オイラって言えてなかった気する。俺、オイラのラめちゃくちゃなんかごもってたよな。みんなごめん。パピルスは本物のスターだ。オイラに警備員の仕事を勧めたのもあいつだしな。あんたにはわからないだろうけど、
怠けてる時に叱ってくれるやつがいるのはいいもんだぜ。ま、オイラが怠けるなんてありえない話だけどな。嘘つけ。ま、いっつもなんかダラダラしてない？なんか靴の洗濯とかも、靴じゃない、靴下の洗濯とかもすんごいなんかばらまいてたし。飯が来たぜ。ケチャップかけるか？はい、いいえ。バーガーには特にかけなくていいかな。じゃ、オイラが全部もらうぜ。なんで飲んだ？この世界でケチャップ飲み物なの？で、パピルスだけどさ。あいつが頑張り屋なのは認めるだろう。あ、まあね、うん。ロイヤルガードになるために地道に努力してるしさ。あいつ、ロイヤルガードのボスの家まで行って案内か。メンバーにしてくれって頼んだんだぜ。ま、当然相手にされなかったけどな。夜遅かったから。あ、アンダインって意外と健康的な生活を送ってるんだ。まああれだね、兵隊の隊長やるならちゃんと規則正しい生活してないとなんか警備とかもできないんだろうな。でもあいつは朝まで家の前で待ってたんだ。それ兵士的に、ロイヤルガード的にどうなの？そう、なんかやる気はあるけどさ、規則正しくない生活してるとなんか不健康だから兵士にはふさわしくないみたいになったりしない？大丈夫？そのやる気を買って、あ、ボスも訓練してやるって言ってくれた。ほう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 。そんでまあ未だに訓練中ってわけだ。あ、ロイヤルガードには入れてないわけか。ん？あ、そうそう、一つ聞きたいことがあったんだ。うん、どうした？なんか急に暗くなったよ。言葉を話す花って聞いたことあるかい？どっちだ？どっちだこれ？フラビーのことか、それとも、エコーフラワーのことか。どっちだ？これ、はい、いいえ。これ、いいえって言ったらどうなる？これ、いいえって言ったら。これさ、多分さ、ほとんどの実況だとこれ、はい、言ってると思うから、俺、いいえって言っていい？いいえって、いいえ。じゃあ、教えてやるよ。そいつは、エコーフラワーっつって、あ、結局エコーフラワーなんね。沼地のあちこちに生えてる。なんかここでさ、はいって言ったらなんかサンズのことだからさ、なんか冗談半分でさ、エコーフラワーのことかみたいに言う気したけどさ、これいいえって言ったらなんか物語の核心に迫ること聞けるかなって思ったら、ちょっと残念ながら、その期待は空振りに終わった。その花に声かけるとその言葉を何度も繰り返すんだ。だからなんだって？パピルスがさ、この前変なこと言ってたんだ。一人でいると時々、花が一輪現れて話しかけてくるって、褒めてくれたり、アドバイスくれたり、励ましてくれたり、それパピルスが自分で言ってるだけじゃない？それともフラウィ？予言をしたりするって言うんだけど、あ、フラウィだこれ。おかしいよな。きっと誰かがエコーフラワー使ってからかってんだ。あんたも気をつけといてくれよ。頼んだぜ。オッケー。まあそろそろバーガー食べよっか。食べないの？さてと、ずいぶん長いこと休憩しちまったぜ。仕事が山積みなのにあんたが引き止めるから、なんかお前切り上げるって言ってなかった？そうそう、オイラ金欠だからお勘定も頼んでいいか？やだ、1万ゴールドポッキリだ。いいわけねえだろ。なんてな。グリルビー、今日もつけにしといてくれ。いや、なんか仲いいんだな意外と。あ、それとなんか言おうとしたけど忘れたからいいや。このバーガー食べれない？バーガーどうなん？無理か。まあでもな、なんか、そういうなんか、1万ゴールドつけってなんか、すごい信頼関係だな。なんかこの地底の世界の1万ゴールドがさ、人間世界の日本のさ、何円に相当するかはわからんけどさ、なんか、貸したくない人にはさ、なんか、100円でも200円でもなんか借り作りたくないけどさ、なんか、まあこいつならなんか困ってるとこ助けたいしなとか、なんかこいつだったらまあいいかなみたいな人にはさ、なんか1000円だったり1万円だったりさ、まあ貸してもいいかなってなるじゃん。なんかそういう関係っていいなって俺は思う。あー、ぶあいや、チュチュが落ちてる。これちょっとチュチュ拾っとこう。あー、もしもし、パピルス、どうした？どうして番号が分かったかって？よし、まあここで今どんな格好してるの？いや、友達に頼まれたから聞いてるんだけどね、貴様がバンダナを身につけてるのを見たって、その友達が言うんだ。それ本当？貴様は今バンダナを身につけてるの？ここで前は、これバンダナ身につけた。で、ここで、はいって答えた後、これ、チュチュに、装備品変えたんだよね。はい。これで、バンダナ身につけてるんだなって言って、で、これ、この間、一周目ではこれ、お風呂のチュチュをここで装備したんだよね。
そしたら、なんかパピルスがさ、アンダイオン騙すために君はバンダナを身につけてないって言った。君は地上を身につけてるよと言ったよって、ものすごいピンポイントでね、もう嘘をついてヒットしたから、今回は、これちょっと勇ましいバンダナのまんまいきます。このまんま行こう。よし、アンダイン対戦よろしくお願いします。よし、対戦ありがとうございました。そんじゃまんやっていこっか。ルルルルル。もしもし、パピルスです。さっき貴様がどんな格好してるか聞いたでしょ？それを知りたがってた友達はね、貴様に、殺人願望を抱いているんだ。だけど貴様はそんなことをとっくに知ってたよね。だから、彼女にはちゃんと伝えておいてよ。貴様はバンダナを身につけてるって。だって、あんないかにも怪しい質問されたら、普通は着替えるでしょ。貴様は俺様に、じゃあ貴様はとってもお利口さんだから。これで貴様は襲われないし、俺様も嘘はついていない。誰も裏切ってないよ。みんなに好かれるのって案外簡単だね。よし、というわけで。よし、着替えよう。パピルスの期待通り、しっかり着替えて、しっかり着替えてやった。あ、そうだ、これだ。これ確か一周目でガン無視したんだけど、ここで傘取って、で、この傘を、この石像に、刺してあげたら、なんか起きるって。石像に傘を刺してあげた。石像の中からオルゴールの音が聞こえ始めた。あ、わかったわかったわかった、そういうことかそういうことかそういうことか、これあれだ、なんか、確かこっちにさ、こっちにさ、なんか、なんだっけな。ここか、これ。北の間には大いなる財宝が眠るの、これの、ここの、多分このピアノが鍵だと思うんだよね。このピアノ弾くための、オルゴールだ。このオルゴールに合わせてピアノ弾けばいいんだ。ちょっとごめん。携帯モードにさして。レラソレファレファソ。オッケー、了解。これね、俺ね、こうテレビで、こう撮影しながらやってる時って、こうテレビに繋いでるんだけど、テレビに繋いでるとね、こうテレビっていうかこのモニターがね、すっごい安物だからね、スピーカーが入ってない。要するに音が聞こえないんだよね。だからちょっとこの音聞くためにね、一回携帯モードにしないといけなかったんだよな。で、ピアノ弾く。確かこれ、ここがレで、ミ、ファ、ソ、ラだったはずだから、でで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 これでいいはず。どう？おお！ここで、これが大いなる宝？伝説の宝だ。どうする？一旦取らない。これ何？これ。ちょっと、これ読めない、読めないか。伝説の宝、取る。これ以上持てない。ああ、そうだった。ちょっとどうしようかな。棒切れ捨てるか。よいしょ。で、よいしょ、伝説の宝、取る。持ち物に犬が多すぎてこれ以上持てない。うざい犬。うざい犬。うざい犬、白い子犬、ぐっすり眠っている。これどうする？もう俺一生犬と共に暮らしていい？これ。これ俺犬と運命共にしていいか？じゃあちょっとこれバビコ捨てて、よいしょ。伝説の宝取る。持ち物に犬が多すぎてこれ以上持てない。待って、犬増えた！増えてない！増えてない！マジか。これあれか。取れないやつか。まあまあまあ、これでうざい犬と共にできない！ちょっと待って。何？うざい犬？うざい犬？この部屋限定コンテンツか。この部屋限定のコンテンツだったか。じゃあちょっとこれうざい犬を、これ捨てて、これ部屋出てもう一回やったら犬を地面に置いた。うん、地面じゃなくてそれ壁。うん、宝を吸い込んだ。ちょっと待って、その犬、ちょっとその腹を切ろう、ちょっと。犬ちょっと後で腹切ろうぜ。宝は消えてしまった。よいしょ。これで、犬の落とし物。なんかある。インフォメーション。犬の落とし物、犬アイテム。犬がやりかけのまま放置したジグソーパズル。やることできない。ユース、ユース。ユース。犬の落とし物を使った。持ち物の空きスペースが全部犬の落とし物で埋まった。ちょっと待って、なんか変わってる、説明が。犬の落とし物。犬が通ったとこに通った後に残る光る物質。そんなもんあったっけ？こっちは？
犬が獲物を捕らえるために吐き出した糸。この世界の犬どうなってんの？この世界の犬何？犬の落とし物を使った。使い終わった。気まずい空気が流れた。よいしょ。インフォメーション。吐き出した糸。で、なんかまた新しくなんか落とし物出てるな。これ何？あー、間違えた。使い終わった。気まずい空気が流れた。ちょっとこれのインフォメーション。あー、吐き出した糸。吐き出した糸。なんか、あの犬、ちょっとうざいだけじゃなく、ちょっと怖くなってきたな。さて、アンダイン2戦目、対戦よろしくお願いします。よし、対戦ありがとうございました。あん、ちょっと待って、あー、ちょっとやばいやばいやばい。これ思ったんだけどさ、このさっきここのお店でさ、この破れたノートって買ったんだよ。これ破れたノートね、そう、無敵時間をアップって書いてあるんだけど、これね、多分この2周目の、こう、誰も倒さないルートにおいてさ、誰も倒さないとさ、HP も増えないじゃん。だから、こう、無敵時間ってだいぶ重要だと思うんだよな。で、まあ、武器、防具はともかく武器はそんなに大事じゃないから、うん。まあ、これでいいかなって思う。おっと、この場所は？そろそろ、アンダインと戦うとこだ。七つの人間の魂、それが手に入れば、アズゴア王は神となる。6つ。我らがこれまでに集めた魂は6つ。そう。貴様で7つ目だ。貴様の魂が手に入れば全てが変わる。だがその前に、ここまでたどり着いた者には必ず、我々モンスターの悲劇について語り聞かせるのがしきたりだ。その発端は遠い昔。と思ったが、あれ、もしかしてさ、このアンダインってさ、なんか、もう、だいたいカットしちゃったけどさ、ほとんどの喋り方一周目と同じなんだよね。おい、貴様！これもしかしてさ、このアンダインはさ、残念ながら、なんか一周目の記憶がないタイプのモンスターだったりするのかな？アルフィーに借りた歴史書に描かれる人間は勇敢だ。巨大なロボット、可憐な乙女剣士たち。だが貴様は、ただの腰抜け。あの子供を利用して逃げようとするとはな。加えて、そのふぬけた偽善にもヘドが出る。あれなんか、あ、でもここはちょっと変わってる。ただこれはなんかデジャブとは違ってあれだね。俺一周目はトリエルぶっ殺しちゃった時に、奪われた家族の悲しみを考えたことがあるかみたいな、そんな感じだったんだよな。それとはまた別で、2周目だからこの喋り方じゃなくて、普通に誰も殺してないからこの喋り方みたいな。そんな感じっぽいな。ちょっと他人に優しくした程度で善人ぶるな。皆を喜ばせたければ、まずは貴様が死ぬことだ。そうとも人間、貴様は存在自体が罪なのだ。貴様さえいなければ、我々は自由になれるのだ。人間がいなかったらお前ら7つの人間の魂集めれないから永遠に地底のままだよ。今モンスターたち全員の胸が高鳴っている。皆この瞬間を待ちわびていたのだ。その希望には一点の曇りもない。皆の心が一つになれば負けることなどありはしない。人間を覚悟しろ。貴様の企みもここまでだ。モンスターの決意の強さ思い知らせてやる。腹をくくったら前へ進み出ろ。さあ、ちょっとまだ腹決まってないんで、ちょっとここでセーブして、よし、行ってきまーす。さあ、対戦よろしくお願いします。で、アンダイン戦はね、こう最初に緑の間は逃げられないって言ってくれるんだけど、そう、このハートが緑色の時は、この見逃すのところにね、逃げるがなくて、こう逃がすしかないんだよね。だから、そう。で、なんだろうな、一定以上ターン数が経ったら、こうアンダインがね、このハートの色を赤に戻してくれるから、そのタイミングでやっていきましょう。じゃあそのタイミングでやっていきましょうじゃね。そのタイミングで逃げていくんだ。さて、アンダインアタック50、ディフェンス20、決して諦めないヒーロー、タイヨロ。そう、これ、緑の間は逃げられないぞ。危険を正面で受け止める根性がなければ、俺今受け止めるって言えてなかった気するな。お前に勝ち目はない。まあこれは、こう正面向いて、こう槍を弾く。そういう感じの戦い方でやっていきましょう。よし。これで赤になったんで、よし、逃げましょう。こっからの、まあ、これで、ホットランドまで逃げたら、オッケーって感じだね。あーん、また緑にされた。よし。じゃ
じゃあバイバイ。あ、早いな、こいつ意外と。あ、また緑にされた、もうねえ。よし、やっと赤にしてくれたよ。お前が死ぬぞ、マジで。バイバイ。あ、どうした？もしもし、今何やってるの？ねえねえ、今度さ、貴様と俺様とアンダインの3人で遊ぼうよ。貴様とアンダインは気が合うと思うな。暇な時にアンダインの家に来てね。今もうどんどんアンダインの家から遠ざかってるんだよな。あん、もう、お前の電話のせいで。ああ、よかった。今度は緑にしなかった。さて、ホットランドに着きましたね。よし。さあ、ここで、まあ、アンダインが、まあ、干からびかけるから、鎧が、熱い。でも、諦めるわけには。あー、かわいいな。よいしょ。では、ここで、アンダインに水をあげます。もう完全に今顔踏んでたよな、この子。こいつ完全にアンダインの顔踏んでたよな。そりゃダメだろ、このい。よし、元気になったね。バイバイ。また会おうね。さて。で、ちょっと気になったのが、そう、ここでね、あー、サンズがいなくなってる。この雪溶けないんだ。まあ、それはそうとだ。この間の一周目では、この後アンダインの家に行こうとしたら、なんかアンダインがね、ヒコじゃない、人殺しとは会いたくないって言ってたんだよ。一周目じゃちょっとトリエルぶっ殺しちゃったから、そう、アンダインにね、会うことができなかったんよな。だから、まあ、これからちょっと誰も殺してない状態で、アンダインに会いに行ったらどうなるかっていうのをね、確かめてみようと思います。さて、ここがアンダインの家だね。パピルス、こんにちは。うひょ、人間が来た。アンダインと一緒に遊ぶ？貴様とアンダインを親友にしてやるぞ。遊ぶ？はい、いいえ。はい。オッケー、じゃあ俺様の後ろにいてね。はい、そうそう。アンダインにこれをあげて。どうした？すっごく喜ぶから、骨。コン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 。どうした？ああ。ああ、アンダインだ。パピルス、いらっしゃい。今日もロイヤルガードの特訓を始めるか？始める。見て、友達も連れてきたよ。ああ、どうも、始めまし。パピルスの方向いてる、これ。この視線、パピルスの方向いてる、これ。どうぞ、入って、二人とも。パピルステンション高いな。あ、ピアノ持ってるんだ。見てよ、アンダイン。友達がお土産持ってきてくれてよ。自分で選んだんだって。あー、どうも。じゃ、しまっておこう。他のと一緒に。特訓を始めるか。おっと、忘れてた。俺様はそろそろトイレに行かないと。じゃ、あとは二人で楽しく遊んでね。こいつ。ダイナミックだな、こいつ。ああ、ちょっとシリアスな空気。ちょっと空気。ちょっと一旦深呼吸させて。何をしに来た？敵の傷口に塩を塗りに来たのか？さらなる屈辱を与えるために。どうなんだ？そうだ、違う。なら何をしに来たんだ？そうか、そういうことか。私が貴様と友達になると思っているのだな。そうだろ？そうだ、願い下げだ、そうだ。これは傑作だな。いいとも喜んでだろう。仲良く手をつなぎ、共にたわむれようではないか。と言うとでももう思ってかみたいな。ああ、とでも言うと思ってか。誰が貴様などと友達になるか。客人でなければぶん殴ってやるところだ。貴様は我々の夢と希望を打ち砕く存在。友達になど死んでもなってたまるか。俺別に俺の力一つで君を死なせることもできるんだけどな。分かったらさっさと出ていくがいい。残念。貴様とアンダインはいい友達になれると思ったのにな。パピルス見てくれてたんだ。
どうやら、案内を買いかぶりすぎたみたいだな。やっぱり無理だったか。何？無理だぞ。パピルス、待て！くそ。私が貴様と友達になれない？笑わせる！貴様のようなふぬけ一人友達にできぬ私ではない！見ていろ、パピルス。いいか、よく聞け、人間。貴様と私は、ただ友達になるだけでは済まさない。私たちは、ずっともだ！なんかこいつ意外と煽り体勢低いやつなんだな。貴様は私に夢中になる。他の奴のことなど目に入らないほどな。これぞまさに復讐というもの。はい、座って座って。なんか急になんか笑顔になったな。わざわざ来てくれてありがとう。テーブルの席に座ってね。オッケー、ちょっと待って、その前に探索させて。人間は最低だが、奴らの歴史は最高だ。その巨大な剣もしっかり。かつて人間たちは体の10倍にもなる剣を振るった。そうだな。そう、違う。三国志にね、呂布っていう人がいるんだよね。多分、うん。やはりな。それを知ったとき、私も同じものが欲しくなって、アルフィーと一緒に巨大なつく、剣を制作したのだ。なんかアルフィーと仲いいな、こいつ。細かい設計は全部アルフィーがやってくれた。アルフィーはめちゃくちゃ頭いいんだ。なんか、なんかこいつ、なんかサンシャイン池崎とサンシャインブレードに見えてきたぞ、これ。なんか、意外とこいつポンコツ説ない？こいつ。なんか、パピルスとどっこいどっこいのポンコツ説ないかな。冷たい料理は好きじゃない。だからアルフィーに温めるように改造してもらった。ホット冷蔵庫だ。世界最高の発明品だぞ。冷蔵庫とはこれ以下に。引き出しに食器が入ってる。フォーク、スプーン、ナイフ。ミニサイズの剣、斧、槍、ヌンチャク。それで何を食べるつもりだ。さて、引き出しに、ああ、まあこれは見た。このオーブンはメタブランドの最新デバイスだ。だがどんなに技術が進歩しようと、魔法の炎で作る手料理に勝るものはない。こいつも魔法で炎を出せるの？シンクには魚の形をしたティーカップがある。骨の入った引き出しを開けてみる。開ける。あら？またなんか犬が。パピルスじゃなくて、これ。骨が消えてるよ？アンダイン？なんか言うことない？これ。ねえ。さっさとテーブルの席につけ。これさ、私の部屋に入りたいのか。残念だったな。オタクは立ち入り禁止だ。ま、例外もいるけど。これ多分例外アルフィーだよな。前にアルフィーの友達がここに来て、ひたすらピアノの上に寝そべってたことがあった。これ見よがしにブドウを一粒一粒食べながらな。あの男は気に食わない。アルフィーの友達の男？メタトンか？でも、ああいうライフスタイルには憧れる。でもなんかメタトンでそういうことするタイプじゃなさそうな気するな。さっさとテーブルの席につけ。もうこれしか言わないのかな。もうテーブルの席につかないまま、もうこのままちょっと俺今から晩ご飯食べてきていいか。はい、ただいま。特に何も動きないみたいだね。じゃあちょっとここにもう座るか。座って先へ進める。これいいえってやったら。よいしょ。やるか、さすがに。よいしょ。さあ、楽にしててね。今、飲み物を用意するから。飲み物ある？やべ、ちょっと待って。なんか、喉がなんかイガイガしてる。はい、どれがいい？どれ？あいや！貴様、席を立つな。客は客らしく、おとなしく座っておもてなしを受けろ。まあ、なんか、がん決まりな目してんな。飲みたいものを指して教えてくれる？その槍を使ってね。なるほど。なるほどね。ハーブティー、無難な選択肢。ホットチョコレート、緑の缶。青じゃない？これ。何？俺の目が悪いんか？そうだ、黄色い液体。砂糖、お茶に入れる。アンダイン？アンダイン？アンダインも選べるんだ。剣？どんな選択肢だよ、これ。ちょっと待って。アンダインにしていい？アンダイン。それって、私を口説いてるの？はい。いやー、おもろいな、これ。あー、いいな、これ。
あ、でもこれ変わんないか。なんかこれ何回かやることでなんか起きるかなって思ったんだけどな。じゃあこれちょっと剣。剣がいつものやら喜んでぶっ刺してやるとこだけど、大事なお客様だからダメだよ。ちょっと待って、マジでなんか喉がなんか調子悪い。ちょっと一旦水飲まして。さて、気取り直してちょっと冷蔵庫どうだ？冷蔵庫丸ごと食べたいのか？ダメだ。まあ、アルフィーが作ってくれた大事なやつだからな。さて、じゃあ、もうホットチョコレートでいいか。ホットチョコレートが飲みたいの？そうだ、思い出した。ホットチョコレートは切らしてるんだった。持って買ってくるのやめたんだ。だって、アズゴアのヒゲにマシュマロがくっついて取るのが大変で。その辺の仕事もしてるんだ。じゃあどうしよう。ソーダがいいの？でもその顔は本当はソーダが嫌いって顔だよね。いいのいいの、気にしないで。私も嫌いだから。ソーダを飲むと歯が溶けて脳みそも溶けて戦う気力まで溶ける。え、じゃあなんでここにソーダがあるのかって。意外とこいつなんか表情豊かだな。こいつ。ちょっとこれもう一回ソーダ選んだらどうなる？え、ソーダに槍をぶっ刺したいの？あ、これ2回ずつ選べる？これもしかして。ホットチョコレートは切らしてるよ。冷蔵庫丸ごと食べてんのかダメだ。剣がいつもなら。まあ、ここの剣と冷蔵庫は1回ずつか。じゃあちょっと、多分ね、これハーブティーじゃないとダメみたいになりそうだから、砂糖先にやっとこう。そのお砂糖はお茶に入れるようだよ。カップに砂糖だけ入れて客に出すやつがどこにいる？お前はそれをスプーンですくって食べるつもりか？甘党ってレベルじゃないな。それとも地上では？甘いものを食べると強くなったり300メートルダッシュできたりするのか。こいつ詳しいな。こいつから、さてはキャラメル知ってるタイプのやつだな、これ。どうなんだ？そう、違う、そう。え？本当に？そりゃいい。その砂糖はお茶に入れるようだよ。じゃあまあハーブティーにしよう。ハーブティー、オッケー、ちょっと待ってて、すんなり。他のとは考えられんくらいすんなり。ちょっとこの間にちょっと槍を動かして、アンラインにブスーって無理か。お湯が沸くまでもうちょっと待っててね。よし。さて、これなんか、IH でやってるっぽいけど、結局、魔法でやらずに IH でやるんだね。お待たせ、できたよ。さて、ソーダ片付けないの？ソーダ早く片付けや。瓶が大変なことになるよ。はい、どうぞ。ようバランス取ってるな、その割れた机で。火傷しないように気をつけてね。どうやって俺は飲めばいい？これ。そこまで熱くはない、さっさと飲め。ハーブティーをすすった。完全に熱湯だ。でも、なかなか美味しい。なかなか美味しいでしょ？お友達にはとっておきのお茶を出さなきゃね。さて、でも、考えてみると、そのお茶を選ぶなんて不思議だな。金色の花のハーブティー。アズゴアのお気に入りなんだ。あー、なるほどね。そういえばお前ちょっと、アズゴアに似てるかもしれない。どこがよ。ダサいとことか。お前ちょっとそれ不敬罪だぞ。仮にも王様だろ、お前。首が跳ねられる。首が飛ぶぞ。ちょっとだけな。あれなんかここからあれか？世間話のターン？ああ。私、子供の頃は喧嘩っ早くてさ。腕っぷしを証明したくてアズゴアと戦おうとしたんだ。ま、戦いにすらなんなかったんだけど、私の攻撃一発も当たらなかったよ。それどころか、アズゴアは反撃すらしてこなかった。あんなに恥ずかしい思いをしたことはないよ。アズゴアは私に謝ってわけわかんないことを言った。君は、私じゃない、私を倒す方法を知りたいのかいって。なんか今、青森県民みたいになったね、渡すって。知りたいって言ったら、それから毎日特訓してくれてさ。ある日、特訓中に私ついにアズゴアをノックダウンしたんだ。その瞬間、ごめんなさいって思った。でもアズゴアは、すっごく嬉しそうに笑ってたんだ。ぶっ飛ばされてあんなに嬉しそうにしてるやつ初めて見たよ。で、アズゴアはそれからもずっと特訓してくれて、ついに私、ロイヤルガードの隊長になったんだ。そんなわけで今じゃ私が下っ端を特訓する係。パピルスとかな。
ちょっとなんかパピルスについても聞かせてほしいな。でもさ、正直、ちょっと微妙なんだ。パピルスをロイヤルガードにしちゃって大丈夫かなってさ。これ本人には言わないでくれよ。別にさ、あいつが弱すぎるってわけじゃないんだ。どっちかというと、かなり強い方だよ。まあなんならまあ装備品もあるけど、俺アンダインよりもパピルスから受けたダメージの方が多いくらいだからな、今回。でもいかんせん、ピュアでいいやつすぎるんだよな。だいたいお前を捕まえるはずだったのに、なぜか友達になっちゃうし。あんな調子じゃとても戦闘任務は任せられない。ろくに戦いもせず、ニコニコしながら殺されるのがオチだ。実はな、そんな理由もあって、あいつに料理を教えることにしたんだ。そうすれば、その、別の道も開けるかなって。なるほどな。なんかごめん、私ばっかり喋っちゃって。お茶がなくなっちゃったね。今お代わり持ってくる。どうした？待てよ。パピルスのお料理レッスンといえば、まさに今、レッスンの時間じゃないか！パピルスめ、どこへ消えた？いや、パピルスはトイレに行ったって言ってたよ。こうなったら貴様に代理でレッスンを受けてもらうしかないな。おー、どうした？何？対戦よろしくお願いします？これ。あーらららららお料理を大事にしてください。そうだとも。パピルスと私の絆が深まったのは料理のおかげ。ということは、同じレッスンを貴様に受けさせれば、貴様との絆も計り知れぬほどの深まりを見せるはず。どうだ、恐ろしいか、私と親友になるのか。さあ、おーららどうした君。ま、どこ、そんな細い腕のどこにそんな力あんの？では、まずソースから。あ、もしかしてこれスパゲッティ。スパゲッティだ、これ。スパゲッティ作りだ、これ。この野菜ども貴様の宿敵と思え。拳で殴り、原型がなくなるまで、ぐちゃぐちゃに潰せ。あれ、もしかしてパピルスにもそういう教え方してんの？これ。パピルス職人が丹精込めて木の樽で茹でたみたいなこと知ってたけどさ、なんか、このアンダイのお料理レッスンからはなんか想像もつかない。なんだろう。どうやったらあんなパピルスのスパゲッティが育つんだ？どんな風に殴る？力を込めてゆるーく。どうするこれ。ゆるーく殴った方がいいこれ。ゆるーく殴る。ゆるーく。野菜を愛おしそうに撫でた。おい貴様、敵を撫でてどうする？私が手本を見せてやろう。お、どうなる？どうなる？うわー！さあ、A ボタン。さあ、どうなる？あとでかき集めてボールに入れよう。完全にホラゲーなんだよな、これ。とりあえず。さあ、おう。パスタを茹でるぞ。本来なら自家製生麺が最強だとか。私はいつも店で買ってきたのを使う。その方がコスパは最強だからだ。さあ、どうなる？とりあえずスパゲッティを鍋に入れて。どんな風に入れる？豪快に、慎重に。慎重に入れよう、これ慎重に、慎重に。パスタを一本ずつ、鍋に入れた。空っぽの鍋底に当たって、パラパラと音がした。うん。よし、次は茹でながら混ぜる。ここでのポイントは、混ぜれば混ぜるほど、美味しくなるということだ。よし、やってみろ。A を何度も押して混ぜろ。よし、A を。もっと早く混ぜろ。さあ、これで、もっと早く。さあ、もっとだ！あがー、もういい！私がやる！さあ、どうなる？これ混ぜてるの？これ。混ぜるって言う？これ。やはり工程なくてはな。よし、次が最後の工程だ。強火でぐらぐら茹でる。頃の日に、己の情熱を投影しろ。夢と希望を、熱く燃え盛る炎に変えろ！準備はいいか？全力でかかれ！右直し、中押しで強火にする。右中押し。さあ、どうぞ。あ、これで？さあ、もっと熱く！さあ、ここから、まだまだ！さあ、まだまだまだ、まだまだまだ。さあ、もっとだ！これ IH ってこんななの？ちょっと待って。大丈夫？IH の限界超えてない？あらら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 ！あんなに大丈夫？干からびない？パピルスの料理がうまくならないのも無理ないな。これさ、逆にさ、よく今までさ、こうならずに済んだな。とりあえずまずピアノは大事だから一旦避難させた方がいいよ。次は何する？交換日記、お揃いのアクセ作り。はぁ、もうやめだ。認めよう。私は失態を演じた。人間よ、貴様に私を好きになるよう強いることはできない。
反りが合わぬものとはどうやってもうまくいかないものだ。貴様と私が水と油なら、それは仕方のないこと。友達になれないのなら、それでいい。なぜなら友達でなければ、何の気兼ねもなく貴様を始末できるからな。さあ、あら、戦う？ああ、違うか。私の負けだ。見ての通り家は炎に包まれ、貴様とも友達になれなかった。なんかアンダインってびっくりするくらい細いんだな。こうなったら、貴様が客人だろうと構いはしない。ここで決着をつけさせてもらう。今度こそ全力で勝負だ。プライドを踏みにじられ、このまま引き下がれるものか。貴様も持てる力の全てを振りかかってくるかい。アンダインはこちらの先制攻撃を待っている。アンダイン、どうだなこれ。全力でかかってこい。アンダインはこちらの先制攻撃を待っている。分析。アンダイン、アタック41、ディフェンス21。今度こそ全力でかかってくる。ちょっとね、これちょっと攻撃したくないな、これ。ちょっと、これちょっと攻撃すんのダメだよな、多分これ。絶対これ攻撃しちゃダメだよな、これ。その程度かこれ。アンダインさ、あれちょっと待って、なんか気がついたらこれ、アンダインディフェンス上がってない？アタック下がってるじゃん。アタック50だったじゃん。でもディフェンスさ、この間の、アンダイン、鎧のアンダイン戦だったらさ、ディフェンス20だったじゃん。あの鎧何？何？何の苔落とし？おじけついたか？分析。何をグズグズしている？あ、これ分析。さっさとかかってこい。分析。くそ、熱くなってきた。さあ、ちょっと干からびてもらおうか。ちょっと干からびることない、ないか。じゃあちょっとここで攻撃するふり。全力で案内に襲いかかるふりをした。まあでもさっきも攻撃するふりしたんだけどな。1。なんだと？それが貴様の全力か？持てる力の全てを振り絞ってもなお、貴様は私を傷つける意志を持てないというのか。実は、あ、やり捨てた。私も、お前に手荒なことはしたくないんだ。はじめはお前の偽善にヘドが出たけど、でもお前が今私に浴びせた攻撃は、昔、私を鍛えてくれたある人によく似ていたよ。お前はただの腰抜けなんかじゃない。でっかいハートを持った腰抜けだな。あの人と同じだ。なあ人間。お前とアズゴアは近いうちに戦うことになるだろう。でもな、あの人のことだから、本当はきっと戦いたくないはずだ。だから、お前も戦わずに話し合ってくれ。お前ならきっとあの人を説得して地上に返してもらえるよ。そのうちまた別の悪い人間が落ちてくるだろうから。そしたらそいつの魂をいただくよ。それでめでたしめでたしだろ。だけどもし、お前がアズゴアを傷つけたりしたら、その時は人間どもの魂でバリアを壊すよ。そしてお前をボッコボコにしてやる。それが友情ってもんだろ？じゃ、家が燃えちゃう前に逃げようか。案内の家が。あー楽しかった。な。また遊ぼうな。あーでも、私ん家にはもう呼べないけど。とりあえず、パピルスんとこにでもお世話になるかな。私に会いたくなったら、スノーフルに来てよ。あ、それと、なんか困ったことがあったら、パピルスに電話して。私も一緒にいるからさ。じゃ、またな。オッケー。じゃ、ちょっと早速パピルスに電話してみよっか。パピルスとアンダイ、プルルルル、プルルルル。それはアンダイの家だよ。今度また、あ、あれ？はあ、早いな、こいつ。そう、それは私の家だ。アンダイ、どうしてこんなに早く戻ってこられたの？走ったから、なんか、ギャグ漫画の理論。うひょ、俺様もいつかアンダイみたいに強くて汗だくになりたいぞ。中にいるのは燃え盛る炎だけのようだ。ちょっとこの家、明日からちょっとグリルビーの家にならないかな。明日からちょっとここがグリルビーの家になりそう。さてちょっとまあだいぶ長くなったけど、今回この辺で終わりにしたいと思います。動画良かったと思っていただけたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。